本日は成功するビジネス、成功するマーケティング、成功する経営者の考え方などが毎日少しずつ学べる超お得な YouTube を紹介します。皆さんこんにちは。自由と希望が見つかる新世界チャンネルの平野です。このチャンネルの目的は新しい世界を切り開くのに役立つ有益な情報発信をしている YouTuber を紹介することです。当チャンネルをきっかけに有益な情報がどんどんと広がり、誰かの新世界の発見に貢献できればとても嬉しいです。ぜひ動画が良いと思ったらチャンネル登録またはいいねやシェアのご協力をお願いいたします。はい、本日ご紹介するチャンネルはこちらですね。土井英二さんのビビビビジネスチャンネルっていうですね、ちょっとおふざけの入った、ですけども至って真面目な、そしてすごく気の抜けたリラックスした、チャンネルになります。一言で言いますと、書評レビュー動画ですね、本の、レビュー、書評、そういったものをしている、メインにしているチャンネルになります。でですね、この土井英二さんという方は非常に、この業界では有名で、そしてこの業界ではもう長く重鎮として活動されている方で、もういろんなですね、有名な著者さん、あとはお金持ち、成功している起業家、事業家、経営者、そういった方々と、つながりのある方ですね。で、この方はですね、LS ブックコンサルティングという会社の代表でもいらっしゃるんですけども、わかりやすい経歴から言いますと、Amazon のですね、Amazon.jp、日本のAmazonの立ち上げに携わった方として非常に有名です。そして、本当にプロデュースされた著者の方はですね、もう山ほどいるんですけども、その中でも特に、土井英二さんの名前を一躍表に出したのは、本田健さんという方のですね、ユダヤ人大富豪の教えという超ベストセラーがありますけども、その本の出版をプロデュースされた。そしてその後に、こんまりさんというですね、今もうアメリカで活躍の舞台を移されてますけども、いわゆる断捨離系の本の、片付けの魔法っていうね、ちょっと正式な名前忘れちゃいましたけども、片付けの魔法っていう、断捨離系の本をプロデュースされて、もうそれが確かもう500万部以上、確か売れてるんじゃないかなと思いますけども、その本もね、プロデュースされてるっていう形なんですね。それ以外にも山ほどですね、プロデュースされてる実績がありまして、出版業界といえば、もう土井英二さんっていうぐらい、有名な方です。そしてご自身も非常にですね、勉強熱心というか、本を読んでる数が半端ないですから、そしてご自身の経営、会社の方でそれをテストしたり実践したりとかして、マーケティングっていう分野に関してはもう超一流の方です。私もたくさん教材を買ったりですね、セミナーをこう拝見したりっていうふうに勉強させてもらってますけども、本当に私からすると神様みたいな方なんですね。そんな土井英二さんがですね、この、土井英二のビビビビジネスチャンネルっていうものを、どれぐらいかな、そんなに時間経ってないですよね。2020年の2月6日から始められているってことなんで、まだそんなに今の時点で4ヶ月ぐらいしか時間は経ってないんですけども、本当にですね、動画を見ますと、出し惜しみなく、成功するマーケティング、成功するビジネス、成功する経営者の考え方で、それ以外の、さらにこの先、時代の先を行く考え方っていうものも、本当に出し惜しみなく、動画にしてくれてるなっていう、本当にこの動画をね、知ってるか知ってないかっていうのは、めちゃくちゃ差がつくんじゃないかっていうぐらい、本当にお得な動画、チャンネルになってます。で、他にもですね、書評動画、レビュー動画っていうのは、かなりYouTuber の方で扱ってる人多いと思うんですけども、この土井英二さんの決定的な違いっていうのは、単純にレビューではないんですね。書評ではないんですね。書評の中でもポイントに絞ってレビューしてくれてますし、さらには土井英二さんの、価値観、意見、そして今までの経験則、知り得ている、マーケティングノウハウ、考え方、そういったものをもう本当随所に散りばめてくれてるんですね。そして土井英二さんの視点でこの本は今見てる方々に役立つんじゃないかっていう形でチョイスされてるんだと思うんですけども、ただ流行りの本のレビューをするんじゃなくて、本当にこの動画を見た人の気づきがあったり、経営の何かヒントがあったりってことをですね、意図して、動画を撮影されている、作られているなっていうのを感じます。本当にこの約10分から、短いと 10分以下っていうのもありますけども、本当にこう1日の中に毎日これをね、見ることで、自分がどんどん磨かれていく、気づきが得られていく、それを実践することで成果が作れていくってことを、もう簡単に想像できるような内容になってますので、本当にこれご紹介させていただくのが、本当に光栄な感じです。はい。ということでね、実際、動画再生しませんけども、こういうふうに、サムネイルを見ていてもですね、もうどれも見たくなるような、どれもチェックしたくなるような、本当に魅力的なタイトルとか、書評をされていますよね。はい。でですね、今は、東京と長崎の、二つの拠点を行ったり来たりしながら生活されてるみたいなんですけども、その中でも、早くから地方に本格移住しようっていう考え方も持っていらっしゃって、今後のですね、このアフターコロナっていう世の中で、地方創生っていう分野、もしくは地方移住っていう分野に関しても、非常にご自身が積極的に、それを取り入れようとされている方です。そのなんでじゃあそういうことをするのかってことも、動画の中では、結構お話ししていただいてますので、ぜひね、気になる方はそういった視点でも見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい。で、あとですね、ちょっと YouTube プロデュースっていう側から言いますと、本当にリラックスされて撮影されてるなっていうところを感じるんですけども、変にですね、動画の編集にこだわらないんですね。やっぱり動画っていうのは編集が、コンテンツじゃなくて、動画の中身ですよね。内容、お話しされてる内容が
コンテンツ価値ですから、そこにも本当に本質があるということを分かっていらっしゃるんで、そんなにこうね、細かい編集をされてません。例えば何か表示が出るとか、話の間、間をカットするね、ジェットカットとかジャンプカットとかそういうようなものはほとんどしてません。ですけども、やっぱり聞いてられるんですね。それはなぜかというと、話の一つのフレーズフレーズが、まあ、キャッチーだったりだとか、滑舌が良かったりだとか、あとは一文が短かったりだとか、そしてこうちゃんと構成も頭の中にお持ちになられて、まあ、お話になれてたりだとか、すごくね、そういう意味で聞いていられる方なんですね。ですので、これからですね、YouTube を始めるなんていう方、まあ、こと興味がある方は、ぜひね、この道家英二さんのチャンネルの、いろんな部分を学ばれたらね、真似されたら、まあ、それもまたいいんじゃないかなって思ったりします。はい。ということでですね、本日は、土井英二さんの UE ビジネスチャンネルご紹介させていただきました。他にもですね、私のお気に入りの、まあ、書評 YouTuber、レビュー、あの本のレビュー動画ってもありますので、またこの土井さんと違った切り口もまたぜひご紹介していきたいと思います。ということで、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。